おはようございます。今日は今大阪城公園駅に来ています。今日来た目的というのがこれですね。ループ、シェアモビリティですね。今東京と大阪で実証実験をやっていて、こういう小型の電動アシスト自転車と、あともう一個この電動キックボードですね、これの今実証実験をやっています。すごい、初めて実物を見ましたけど、この電動アシスト自転車よりも大きいですね。で今日は、一応まあこれ見てみると初乗りが、10分110円、それ以降が1分 16.5 円となってます。でこのアプリを、ダウンロードして、でそれから免許証の登録、あとそれぞれアカウントの登録をして利用できるみたいです。はい、それじゃあ早速乗ってみたいと思います。まずアプリを立ち上げるんですけども、ループというアプリを立ち上げます。そうするともうすでに免許証とか、アカウントとか、もろもろの登録、支払い情報とか全部済んだ状態です。でここに地図を見ていくとですね、これが大阪市内の地図なんですけど、この緑色の丸印がこの乗り降りできるポートになります。でこの中に映ってる赤いこれですね、これが電動キックボードがあるマークになります。で今こう大阪城公園駅ですね、今2台使えるようになってます。確かに2台あります。でこの実際乗るのを乗りたいものに近づけて、ロックを解除していきます。じゃあちょっとやってみます。機体の QR コード、ここですね、ここに QR コードがあるんで、これを読み取ってロックを解除しますと。はい、読み取りました。目的地ポートを選んでください。降りれる場所が今のところ電動キックボードはあれですね、ここの大阪城公園駅かお隣の森の宮駅、もしくは天王寺駅、そして最後に大阪駅があるみたいです。ね、大阪駅の方を選びます。で大阪駅北口を目的地のポートに選択しますと。ライド中確認、同意します。ライド開始、あ、これ液晶が出ましたね。歩道は押して歩いてください。原則車道の逆走は禁止です。まあそうですね。はい、乗り方ガイド、走行禁止のとこは歩いていってくださいと。はい、はい、ということで行ってみましょうか。じゃあちょっとスマホを固定できるみたいですね。これ大丈夫かな。よし、行きます。はい、スタートしました。おお、快適だけど、快適や。おお、
車道しか走れないんで、この車道の一番左端を走ります。で、二段階右折も禁止だから、交差点とかはもう普通に歩行者みたいに降りて引いて右折するなりした方がいいですね。ちゅうかしなきゃダメなみたいです。はい、おお、すごい。時速は最高15キロまでしか出ません。だから正直言ってかなり遅いですね。どうだろう、速いランナーと同じぐらい、ちょっとそれよりも遅いぐらいかな。なかなか、しかしすごく気持ちいいですね。乗り方としてはけんけん、まあ足で蹴って乗って、で右手の方にこのストップッシュ&ゴーっていうボタンがあるので、これを押すともう加速します。で、ウインカーも一応ついてて、この左ですね、どこ光ってるんだろう、あ、後ろ光ってますね。ウインカーがここについてると、もうそれだけですね。じゃあ続けて乗ってきます。ここは大阪ビジネスパークっていって、大阪城公園にあるいろんなオフィス街が集まってる箇所ですね。ちょっとまだ慣れないんで、この車道走ってるっていうのがちょっと怖いんですけど、もうちょっとですね、20キロまで出ると割となんか走りやすいかなって思う。あんまり遅いと車にもなんかちょっと気使うし、仮に後ろから自転車来たら避けるの結構大変っていうか、やっぱり自転車よりさらに生身の体をさらしてる感じなんで、足を立ててるとこなんですけど、これが普通なのかな。まあ、前後に足を添えるか、もしくは両足で立つんですよ。両足で立ってとか、自分はちょっとバランス取りやすいからそうしてるんですけど、もうちょっと広いといいかなって気はしますね。でも面白いです。結構まだ大きな段差超えてないけど、結構タイヤも太いし、タイヤこれ何インチぐらいなんだろうな。一応大阪駅の方を目指してます。あと4キロぐらい、結構でもこの4キロは自転車に比べたらだいぶ長く感じそうですね。ループにも地図は一応載ってるんですけど、ループのアプリにも、ただナビ機能はついてないみたいなんで、もう自転車ナビタイムで行きます。ただループのその地図の中に走行禁止エリアっていうのがあって、まあ結構主要な交通量多いとこは禁止になってて、そこを避けるためにちょっと交互に確認しないとダメですね。おお、坂も登りますね普通に。まあ、おお、気持ちいい。ゆっくりと散策するにはすごくいいし、近所のほんま買い物とか、ちょっとした距離を走る分にはむちゃむちゃいいですね。おお、川渡ります。おお、すごい景色が最高。大阪城公園も見える。すごい景色がいい。
間もなく梅田大阪駅の方に到着します。目の前には右手には阪急百貨店で、正面には大丸で、間もなく見えてくる左手に阪神百貨店があります。おこの辺ちょっと難しいな。向こうに渡るまでちょっと時間かかりそうですね。到着しました、大阪駅の北口の方ですね。グランフロントと大阪駅の間の、大阪駅側に着きました。ここですね、ポート。着いた着いた。よいしょ、はい、到着。よいしょ、ライド終了。ポート返却します。一気の撮影に進んでください。決済完了。はい、決済完了しました。クーポン使ってる、初回30分のクーポン使わせてもらったんで、577円。うん、実際は1000円、1457円本当はかかったみたいです。まあ結構ゆっくり走って9キロ走ってきましたんで。はい、ということで大阪駅に戻ってきました。感想、電動キックボードの感想ですけども、街乗り近距離 2,3 キロの距離やったらすごい快適に乗れるんじゃないかなって思います。それ以上になるとちょっとやっぱり時速が15キロまでしか出ないっていうのはあるので、あとまあ車道しか走れないんで、そういうのでやっぱりちょっと途中戸惑ったりというか、遅いなって、自転車の方が全然速いなっていうことがあるんで、まあ、そういう意味ではやっぱり近距離のほんま軽く乗るにはすごく最適だなと思います。それじゃあ今日の動画が面白かった、少しでも役に立ったという方は、よろしければチャンネル登録といいね評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。